フリーダカールってすごく大きな大きなイメージがあって、まあ、私も今回ここに来たんですけれども、現実的に彼女が着ていた遺品をこう目の当たりにした時に、やっぱりその今までのイメージが割と覆されるかと思いました。あの本当の彼女ってのは誰も分かんないんだけれども、でも彼女の身につけてたものを私が現実的に撮った時に、なんか初めて私にとってのフリーダカールっていうのを現れてきてる感じで、今までではないフリーダ・カーロを撮っています。人間はいないけれども洋服がある、そういう一つの現実と洋服がその人を語るという意味において人間を撮ってるのと同じです。何かフリーダ・カーロの遺品というよりも、こう歴史の中での衣装ということがすごく分かってきたので、フリーダ・カーロの古的なものではないものを撮ってるような気がして、目に見えないものが写真を写ると思ってます。時間だったり空気だったり匂いだったり、現実的にこう目に見えないものを写真を写してくれると。